私たちの暮らしに欠かせないガス、最新のガス機器などを展示販売する催しが今日から鹿児島市で始まりました。今年で57回目を迎える日本ガス主催のガス展。会場ではガスコンロや給湯器などの省エネ志向のガス機器およそ80アイテムが展示販売されるほか、利用状況に合わせたガス料金プランの相談コーナーも設置されています。新製品をその都度持ってきて丁寧に説明してくださるんで、毎年ちょっと楽しみにはしてます。ちょっと電気を見ようかなと思ってるんですけどね、年に1回やからちょっと安いんじゃないかなと思って、ね、日頃の生活をぜひ快適なものにしていただけるようなものにできればというふうに思っております。またガス機器を使ってハンバーガーを作るブースもあり、親子でハンバーガー作りを楽しむ姿が見られました。ガス展は来月2日まで鹿児島市の山形屋で開かれています。